野球ゲームの金字塔、プロ野球ファミリースタジアム、都市伝説として語られているのはタイタンズの代打川藤選手が成績の割にめっちゃ強打者という伝説だぜ。打率が約2割5分でホームランが5本なら強打者とまでは呼べない成績ね。ところがだ、このファールもすごい飛距離だろ。ほんとだ、もしかして都市伝説立証？結果から言ってしまうと本当みたいだぜ。川藤選手だけでなく代打は最初の打席だけ内部でデータ補正がかかって打力がアップするらしいぜ。すごい飛距離ね。確かにホームラン5本の選手の飛距離じゃないわ。噂も納得ね。ということでこの都市伝説は本当ということにしてもいいと思うぜ。